Thank <laughs> you. そうだ。さあ、始まりました。今年も行ってみましょう。南韓大学の英語の問題、公表に行きますね。今年は、カンカン同率もやってみたいと思います。まず、関西学院大学2月1日、2月2日の全学部入試の公表行きたいと思いますね。はい、2月1日の大問1やりましたね。はい、格差ですよ。やったじゃないですか。見てたら超ラッキーですね。英語長文背景知識講座でバッチリやってますからね。すごいよね。見事に言ってた内容。格差って っっててていいううののがどうして生まれたかで、そのヒエラルキーができるっていうのもちゃんと解説してくれてますね、佐藤幸夫先生が。ぜひね、ちゃんと見ておいてください。そしてね、授業チャンネル、チャンネル登録して、見てください。収益化されればもっとパワーアップしたこの背景知識講座をお見せできますので、そう、4000時間見てもらわないといけないですから、収益化にはすでに上がっている動画をぜひ見ておいてください。ここに、ね、産業革命の話もちょこっと載ってるんですけど、産業革命も取ってます、すでに。産業革命 まず、説明の A は、Settle for fruits translate 簡単ですね。全然難しくない。まあ、一応、Settle for 文脈でやった方がいいかなっていうのはありますね。で、translate ね、この変わる系ね、ターンに言い換えてますけど、好きですね。これ2月2日にも変わる系出題されてましたよね。で、空所補充は、1なんか accordingly と therefore なんてさ、同じ意味だから入らないし。 簡単だったと思うし、2も簡単だし、3もナッてンバットね、はい、楽勝だし、4もワイル簡単。5が文脈ちゃんと掴んでないと、リダクションを選べないですね。ここがいい問題だと思った。A、6文法ですぐいける。7番は知らないでしょう。make common cause ですね。アゲインストが来れば、それに対抗して協力するとかっていう意味ですね。これが多分一番難しい問題じゃないかなと思いますね。 全体の中でもこれが最も難しい知識を問う問題でした。次、言い換えはいい問題でしたね、これね。property m u l t i p l i e and with it inequality ね、これ省略をきちんと分かっていて、で、さらに意味が分かってないと選べないというね、いい問題。次が、the two processes なんで、ちゃんと指すものを答える問題ですね。次が、内容一致三つ選ぶもの。まあ、これは簡単な方ですね。きちんと選択肢を覚えておけば、e、H なんで8択ですね。8択きちんと覚えられれば、すっといける問題だったと思います。 はい、続いて、大門にですね。これが一番大門としては難しかった。 2月1日2月2日合わせてですね、えー、フィジックスですね物理でまあロケットの話なんですけども文献の人にはきついなっていうやつですねはいまず言い換え A の123は楽勝絶対できなきゃダメはいで次があの this problem また指してるやつですね E が Encounter そうですねこういうふうに問題とか困難に出くわす直面するよっていうのでよく出ます m e e t w i t h の言い換えになってますねで2月2日の方では Meet 普通に合うの意味の Encounter が問われてますよねで U が t r a n s f e r t o c o w a r でチェンジ ですね、これまた変わるですよもうこれ2回変わるが問われてて。で、これ2月2日にも問われてますから好きですね。 簡単か簡単、はい、C がまあ差がつくところかなと思いますね、まあ、消去法で1番はいけるかな2がだから内容読めてないと分かんないノット問題なんでね内容が一番難しいとこですので差がつきやすかったと思います、はい、続いて第3問はナショナルパークに関してでしたね最初はオブザーブ選べるでしょうレッスンでそうそうレッスン2だけじゃなくてレッスン4ね耳傾けるっていうのも重要ですしエクスポーストまあこれは解けてほしいかなちょっとまあご法上難しかったか キャーフフォラララッックククンンドスケープもラックアフェクトもアテンドもェト余裕コネクションちょっと悩んだ人いるかもしれないですけど、まあ後ろに2取ってるし消去法でもいけるでしょう、えー。で、内容1、2つですね。まあこれは6択のうちの2つですから、はい、選びやすかったと思います。難しくないですね。はい、続いて文法問題ですね。ああ、これね、want1 とってすぐに飛びつかないようにしてね、そうチェックしてもらうだから受け身ですよ。で、次が、全知した関係代名詞、ハドリー、エバー、e ーブ、a l e a v ア何々 as sb 同士。簡単ですね。 で、次ああこれね。ミディアムにしないでね。 ニアリーですね。で、6はキスを。あ、7ちょっと難しいかもしれなかったですね。この20 minutes ってやつね。そう、こんなん聞いてくんだなと思ったけど。で、8番、おっかーという人。はい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 。これね、浮かぶ系、ストライクがね、引っ掛けて出てくるんですよ、ストライク人が。で、これが2月2日の方でストライク人がね、問われてますよね。同じの問われますね。はい、次がアラウ、洗うそう。洗う l 人というだけど洗うは人とんないといか、a 洗う ing ですからね。これも絶対間違いないんでね、これね、問われるんですよ。次、リクエスト s だと、 はい、SV 原型にキープヒトインフォームドねこれもお決まりの問題ですね <music> え、並べ替えはもうめちゃめちゃ楽勝です。解けなきゃダメ。もう本当に楽。感覚の並べ替えは、日本語訳もついてるし、1も簡単、2も超簡単、スタッフメンバーズとかね。はい、楽ですね。で、3番は何とかに関しての regarding ね。ちゃんと押さえておきましょうね。で、4も簡単だし、5番も楽、はい、何の問題がありません。manage to do とかね、よく出ますね。で、続いては会話問題ですね。これは、普通に英語の表現いっぱい知ってる人は楽に解けちゃうやつですね。なんか日本で国際結婚するかみたいな。でもあんたの 戸籍に入らねえぜみたいなね、なんかそんなやつでしたよね。はい、一も楽勝ク、二は超簡単でしょ？で、三インテーダーフューチャーラック、四インボーブともラック、オポーズのも簡単。六番バーダーも簡単。 ーこれね I don't see the problem ってねよく使うんですよこれ八、recognized まあこれは合法的に後ろ a ず取ってたるんですかねはいあず取ってて楽あ九がちょっと難しいねワークを選ぶのね10の belong は選べてほしい後ろに to なくても大丈夫やっぱりまあいろんな表現ね出会ったことある人が楽です何らかんだ言って会話表現知ってた方がいいです はい。続いて、2月2日の問題ですね。はい。まず、チャイルドフードアムニージアですね。ちっちゃい頃でね、教憶忘れちゃうってやつですけど、まあこれが去年の2月2日は、立命館が出題してたトピックだったんで、おーか被ったって思ったんですけど、一つ目は、語法でいける、アスクと簡単、ショックとも文脈で全然余裕。次、まハウ・ヤング。まあ、後ろにヤンがあるから簡単。え、うん、4番も楽なんですけど、バット選べるんだけど、後ろにカンマがあってね、これに引っかか,かっちゃう人がいるだろうな。まあ、それを狙った問題だと思います。次は、ディスティングシェフロン・ビーで簡単でし 次のエクスペリメントも簡単、ジェニューインこれはちゃんと文脈でやって、ハッチのウィズは簡単。 ではい、あ、レイズ・イシューズ。はいね、これも、ね、普段授業でいつも言う、レイズは気をつけろってね、問われるんだよっていうやつ。ルックアップ、社長は知っておいてほしい。Little more than、これ問われたこと何回かありますので、これ、ミューリーの言い換えね。サーフィス現れるは楽勝でしょ。It so happened that ね、It happens that っていうのが偶然っていうのは出ますね。ね内容一致はきちんと読めていれば簡単ですね。ただ、細かいところ問われますので、結構気をつけなきゃいけないかなって感じ。次が、ダイモン2がイギリスからニュージーランドに行った人たちみたいな。 そういう話。1クォーターは絶対大丈夫でしょ。インセンティブズもう意味知ってるわよ。ワクション、ウェイジもグロースも簡単。デイホープと、はい、挿入のやつね。ちゃんとできなきゃいけません。ロックエンドアップでしょ。ならディスタントも消去法でやっても選べるし、答えの根拠もある。エスタブルヒとね、はい。形容詞的に使われるやつ。よく出てきますので知っておきましょう。続いて、あ、いう。はい。何にも難しくないですね。めちゃ簡単。で え次が内容位置がたったの3つのうちの1個ですから超簡単ですね。なんで、まあ、大門の中で最も優しい大門はこれ。 で、えー、次が、アフリカのワイルドアニマウスからね、病気がいろいろ移っていっちゃうとかっていう話ですね。まあ、コロナについては出てなかったですけど、やっぱ感染症的なものは出やすいんですよ、元からね。入う、えー、いいかいワイルド簡単、キャリーも簡単、エンカウンター、先ほど言いましたね、ミートになるやつ。えー、ロギン。知っといてほしいかな。やっぱ環境問題とかで出てきますので、ね、この木をカットすること。コンバートほらまた変わる系ですね。変化。 好きですねキャリーアウト・コンダクトの言い換えになりますからねまあ自分がね受験生の時とかなんかパフォームとかエクセキュートって習いましたけど圧倒的にコンダクトの意味でできますで「ライツ・権利」は楽勝でしょで次が8個のうち3つ選ぶこれも簡単でしたねはい内容位結構優しめなものが多かったんですよね取れたかなまあいわゆる感覚はこういう風にずらっと並んでるうちの2つ選びなさいとか3つ選びなさいっていうのが厄介なんですけどここを攻略できている人にとっては簡単だったと思いますね 次、ネ e i g h b o r i to do, 簡単。ほら、出たじゃん。考え、ストライク人の方ですね、こっちは。で、it turns out that とかはよく出題されますので、知っておきましょう。これは国立でもよく出ますね。be likely to do, 楽勝。で、take 人時間、これ重要ですね。引っ掛けの選択肢、にスペンドがよくいる。はい、次、how to ですね。その what とか which は名詞だよってやつね。で、7番はちょっと面白いね、アドバイアの。こういう形で出題するんだなと思った。 だって、格好分子、ing、過去形みたいなので並ぶ、なんか面白い形。call for 簡単でしょ実現ほら、each と all の戦いみたいなのね、しょっちゅう出題されますよね。今回、has だから each にしなきゃいけない。every は形容詞ですよ、ね。次、はい、よく出ますね。間接疑問とかやって、which document っていうのが前に出てくるから refer to って入れづらい。 で、間接疑問なのに疑問文みたいな、この did refer とか、ね、で、なんか勘違いして使っちゃう人ね。疑問文だから、なんか did 出さなきゃみたいに思っちゃう人の引っ掛け。これもよくあるパターンです。はい、並べ替え問題相変わらず簡単です。何全部難しくない。concerned with とか。 次は、そうざっととかね、簡単だしにも、二問。段にでどう楽勝でしょ ?3 番が、シュートハブ過去分子よくあるパターン。次は、まあ、ビヨンドイマジネーションね。はい。これは問われることありますよね。わさらの文化構想のこの間教えた問題も出てたな。で、5番が、インスパイ t オブダファクト a c で、オールドって言えばいいのにわざわざ長く言う表現ですね。 はい、簡単です、本当に。さあ、続いて会話ですね。これもやっぱりどれだけで出会ってるかっていうのが重要だと思いますね。なんか着物が似合わねえみたいな話でしたよね。で、1番は、はい、もう文脈でいけば OK。2番は厄介だね。I said no ってきて、Didn't I? っていうやつですよえ、ね、これ愛だったから言うに変えるんだっけあ、ノ、no、ーっていう否定語があるから、え、こっちは肯定にしなきゃいけないんだっけとかっていうふうに悩んだ人を引っ掛けるやつですね。3番、バットは簡単ですけど、バット正解にいろいろ良くなってますね。あ、4はちょっと悩んじゃおうかな。福祉ね、入れて、えー。5番はよく使う表現ですね。Don't be harsh on me とかね。よく使う表現なんで知ってるや簡単。6もそう、Didn't you notice? とかね。7の、no. In that green thing とかねこう。会話でよく使う表現なんですよ。八の n u とかもそうですね。If you say、so. まあ10はできると思うけどどれだけ触れてるかでね触れてないと多分文法と誤報とか考えて選択肢を切る分ちょっと時間がかかっちゃうかなという印象でしたまあ全体的には優しめですね2月2日に関しては満点取れても全然おかしくないって感じです2月1日の方がまあ数問は落としてしまうだろうなっていう感じだったと思いますはいまあ すごい難しい知識っていうのは別にできなくても構わないです。感覚は取れるものがほとんどだから。さっき言ったように複数の選択肢の中から数個を選ぶやつっていうのを確実に正解できるようにすることと、文法語法のね、いやらしい引っ掛けに引っかからないようにやっていけば大丈夫っていう感じになると思います。はい。こんな感じで公表していきますので、ぜひぜひ役に立ててください。チャンネル登録、高評価を忘れずにしてください。はい。ご視聴ありがとうございました。